ねえお母さん、あれ。おお、ステルクさんだね。いつもより怖い顔してるけど。どうしたんだろう。あのステルクさん。ロラナ君とルルア君か。今何か隠しませんでした？いや、そんなことはないぞ。見間違いではないか？怪しい。ここはルルアちゃん。うん、わかった。あいたたたたた、お腹が急に。何？大丈夫か、ルルア君？確か薬を持っていたはず。スキアリーの、これは手紙？ステルクさんと私宛て。卑怯の、返せ。ダメです。私宛てなら読んでもいいでしょ。何？ロロライナー・フリクセル殿、東の大陸の調査隊に錬金術師として参加してもらいたい。え？調査隊？ああ、私の手紙もほぼ同じ内容だ。アーランドの東にある大陸には豊富な資源が眠っているらしい。加えて集落もある。だが情報が足りない。そこで調査隊を派遣したいという話なのだそうだ。なるほど。それでステルクさんとお母さんに。その話は分かりましたけど、ステルクさん、この手紙をどうして隠したんですか？別に隠すような内容じゃないはずです。それは別にいいだろう。そうですか、そうですか、わかりました。え、お母さん、失礼します。